彼は直ちに基地に対して迎えを差し向けるように命じた。彼の辞書には偉大という単語はなかった。彼にとって人は命じるか命じられるかのどちらかなのだ。だがヒューエンデンの HLV 基地の返答は信じがたいものだった。迎えには行けない。またそちらが基地に入ることも認められない。接近すれば撃墜すると。そしてそれ以降マッチモニードへの通信も封鎖されてしまう。他人からそのような扱いを受け、友軍にさえも完全に無視されたニアーライト少佐には忌まわしい少年時代の記憶がふつふつと蘇ってきていた。ニアライト少佐をはじめマッチモニードのメンバーの多くはサイド3の社会でも仮想階級に属していた。彼らが物心ついた時真っ先に学んだことは自分たちが見下され虐げられているという事実だった。そんな状況が一変したのはザビ家がサイド3の支配者となってからだ。そしてザビ家は新しい社会体制を主張するようになり、それを通すために有能かつ野心的な支持者を必要としていた。ニアライト少佐らが社会の上層へ這い上がるチャンスはこの時に訪れた。ニアライト少佐をはじめマッチモニードの面々は有能な人間たちばかりであり、そして何よりも野心家だった。彼らの生まれた境遇がそうした野心を生んだのだ。この段階で彼の脱出計画は大きく軌道修正された。自分をバカにした連中を殺す、それはもはやザビ家もアスタロスもどうでもよくなっていたのだろう。自分を虫けらのように扱った連中をこのままにしておくことなどできない。彼は他人を虫けらのように扱うことを何とも思わなかったが、自分がそう扱われることには異常なまでに敏感だった。トリントン基地脱出後、オーストラリア大陸中に流されたウォルター大佐の放送を彼らも聞いていた。我が軍は目標達成の意味は不明だったが、ともかくジオンのオーストラリア駐屯軍は空へ脱出しようとしているのは間違いない。そしてオーストラリア、オーストラリア大陸北東部に位置する今まさに一機でも多くの HLV、 この基地オーストラリアのジオン軍はニアライト少佐にとって、だからこそ少佐は、少佐のも彼は HLV のダッシュ。
We'll be right back.
戦争は終わった。そしてその直前に一人の男が死んだ。もしかすると生涯の友となれたかもしれない男が。連邦軍はその日のうちにヒューエンデンの HLV 基地を占領。すぐに HLV の残骸が調べられ、アスタロスのサンプルが完全に破壊されたことが確認された。この戦闘の結果、大陸内のジオン勢力は一掃されるとともに、生物兵器によるジオン軍の地球破壊という最悪のシナリオも防がれることとなった。ヒューエンデンの HLV 基地で死闘が行われている時、ウォルター大佐の作戦がオーストラリア全土で展開された。ジオン軍は意味もなくアリススプリングスを放棄したのではなかったのである。ウォルター大佐の言う月の階段とは、海面に月への階段のように月光が映り込む旧ブルーム地方で見られた自然現象を指していた。これが作戦の実行日と最終目的地を暗示していたのだ。作戦実行とともに大陸中央部のジオン軍は決起すると、防備の手薄な連邦軍基地を襲撃し、ブルームへと向かう。そこには大量の船舶や航空、彼らはすでにヒューエンデン HLV。 こうしてヒューエンデンの HLV 基地を脱出したジオン兵たちはアフリカへと向かい、そして今最後の輸送機が到着する。ユーリが到着したか。ええ、ウォルター大佐。元大佐さ。はい、やっと終わりましたね。いや、これから始まるのさ。時に宇宙世紀0018 1月2日、オーストラリア大陸をめぐる一連の戦闘はついに終結。連邦とジオン残党軍の戦いは
今後も長きにわたって続けられることになるが、それはまた別の物語である。
オン公国と地球連邦との戦争、いわゆる一年戦争はいつ始まったのか。それに対して正確に答えるのは簡単ではない。公式には一年戦争は宇宙世紀0079にジオン公国の攻撃とともに始まったとされている。だが潜在的な戦争は宇宙世紀0058、ジオンズム大君の独立宣言と国防軍創設まで遡るという意見も少なくない。後の一年戦争のため宇宙世紀だが、そして目的は大規模な作戦を前に、その名をモビルスーツ国王神話に登場。フェンリルの牙。
攻撃さえ命中させれば。こちらルローア少尉。集中を。Thank you.
まり時間をさ。
We'll be right back.